ジェバート・パシャ・ジェバート・チョバンルは、オスマン帝国及びトルコの軍人。最終階級は、ビリンジ・フェリーク。イスタンブール出身。第一次世界大戦時、オーストリア・ロシア戦線のオスマン軍部隊を率い、ガリツィアで戦う。ジェバートの指揮する第15軍団は、オーストリア・ハンガリー軍にも勝るエリート部隊と考えられていた。1917年12月から、シリア・パレスチナ戦線で活動する第4軍の司令官。1918年1月、第4軍司令官をアフメト・ジェマル・パシャと交代。1918年1月、エフクレス・フォン・クレッセンシュタイン将軍と代わって、ユルドゥルム軍集団の第8軍司令官に任命された。1918年3月、第22軍団、第24軍団、並びに、ドイツアジア軍団が第8軍に編入された。1918年9月から10月のイギリス軍の攻勢時、第8軍は事実上壊滅した。ありがとうございます。